はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日司会の青木と阿部先生でまたよろしくお願いいたします。はい、前回は台風に関しての話だったんですけども、はい、今回はフィルムを貼った後に発生する水残りについて、はい、話を聞いていきたいと思います。はい、なんでフィルムの水残りが起きるのとかっていうところが、これを見ていただくとですね、一発で分かって、はい、で、水残りっていうのは、なくなるのかなくならないのかっていうところの不安もですね、解消していただけると思いますので、はい、ぜひ最後までご覧になっていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは先生、早速よろしくお願いします。はい、じゃあウィンドウフィルムのですね、まあ、水残り、水抜け性っていうんですかね、まあ、実際にあの水ではなくて石膏液が、若干でも残っているとそれがまあ水泡になるという形なんですが、それちょっと初めにということでですね、まあ、おさらいというか皆様ご存じないこともあるかもしれませんので、ちょっとご説明しますと、まあ、一般的なガラス飛散防止効果があるウィンドウフィルムを施工するときにはですね、施工液というものを必ず、まあ、ほぼ必ず使います。で、施工液というのは、界面活性剤を、使って、使ったものなんですけども、通常はですね、まあ、中性洗剤を、水道水で薄めて 2-3% 程度の濃度で使用しています。まあ、ここでですね、なぜ石膏液が必要かというとですね、ウィンドウフィルムの粘着剤というのは、まあ、飛散防止効果を出すために、粘着力が非常に強くなっています。そのまま、まあ、施工液を使わないで貼るとですね、気泡や、まあ、芝とかが入ってしまって、まあ、とても見れたものにはならないです。で、そこで施工液を粘着剤の面に均一にスプレーして、粘着力を、まあ、ほぼゼロにしてですね、それで、まあ、ガラスに、貼り付け位置合わせをしてから、まあ、スキージーという、まあ、ヘラのようなものですね、それを使ってエッジ部に向かって、施工液をこう押し出して、で接着させると。まあ、ただここでですね、 100% 施工液を押し出すことはできません。で、どんな熟練した施工者でも施工液は必ず残ります。で、もちろん施工液はですね、熟練した人がやった方がもちろん少なくなるわけなんですけども、それでも 100% にはならない。で、実際にじゃあこの残った水泡というか、まあ、水分ですけども、これはどうして消えていくのかというと、まあ、水蒸気となってフィルの端部およびフィルの表面から蒸発して、まあ、時間が経つと消えてなくなります。フィルムのなんか表面に小さな穴とか、いや穴はないんですけども、あとでご説明しますが、まあ水は抜けないんですが、水蒸気は抜けるんですね。このポリエステル、まあ、ほとんどポリエステルフィルムなんですけども、で、ちょっと細かいというか、実際に数値を出して後でご説明いたします。まあ、結構な量が抜けるんですけどね、まあ、その辺で、環境だとか、施工しているフィルムのタイプによってもその消えてなくなる時間というのが異なりますので、それをまあちょっと次で、説明したいと思います。この図なんですけども、これはですね、どういう状態だと抜けやすいか抜けにくいかというのをまあ比較した、図になっております。で、まず気温、まあ、温度ですね、これは、高い方が、抜けやすい、低い方が抜けにくい。ですから、例えば南面って、まあ、太陽が当たって温度が上がるわけですけども、北面っていうのは当たらないんで温度が上がら、高くならないんで抜けにくい。まあ、湿度ですね、これは例えば、梅雨時と、冬、まあ、冬は温度上がらないんであれですけども、あとはエアコンですね、室内でエアコンをかけてるかかけてないかっていうので結構湿度が変わってきますんで、湿度が低い方が水分は抜けやすい。からあとフィルムの厚さですね、厚さは薄い方が、水は抜けやすい、施工液は抜けやすい。まあ、厚くなる、まあ、飛散防止じゃなくて貫通防止のようなフィルムになってくると非常にまあ抜けにくくなってきます。はい、で、特にこの厚いフィルムっていうのはですね、まあ、施工技術っていうんですかの差が非常に出るんで、まあ、貫通防止、まあ
防犯フィルムのようなフィルムっていうのはその施工者の技術によってかなり水抜け性っていうのは変わってくると思います。水残り性ですか、変わってくると思います。それとあとは金属膜ですね、その遮熱フィルムに使われている金属膜というのがあるかないかでもだいぶ違ってきます。ですから最悪なのは金属膜がある、まあ、あの厚いフィルムっていうのは非常に抜けにくいという状態ですね。であと金属膜でも2種類ありまして、普通なのはアルミ色した定着、まあ、あれは金属のアルミの金属を定着という方法で、まあ、一層でつけてる、単層でつけてるんですね。それと、透明の遮熱タイプと言われるものはスパッタという、まあ、定着とはちょっと異なる方法で金属膜を多層に塗って、コーティングしてます。こっちの方がはるかに抜けにくくなるということになります。まあ余談でありますが、ポテトチップの袋とかが最近、まあ、アルミ定着色してるんですけども、あれは湿度が、ポテトチップの中に入ってきて、なんていうんですか、ふにゃふにゃならないようにああいうアルミ定着の、袋を使ってるんで、はい、ですから定着があるとそれだけ水蒸気は抜けにくくなる、はい、10分の1とか100分の1の確か数字になってたと思います。で以前ですね、まあ、わざと施工液を、これわざとなんですけども、大量に残して時間の経過で施工液が抜けていくというのを、まあ掲示で、見た写真がありますので、ちょっと参考までにお見せいたします。これ2月16日に貼って、こんだけ、まあ、見ていただければ分かる白い部分に水が残っています。ですいません、次で、これが、18日になると、まあ、減ってますよね。そうですね、はい、16日よりは減ってますね。減ってますね。2日で、まあ、このくらい減りますね。まあ、ただ実際にこんなにいっぱい残ることはないんで、実際にはもうこの辺で消えちゃう場合もありますね。でこれが20日また2日後ですけれども、また減っております。そうですね、はい、ほとんどもうここら辺とかになってきて、そうですね。で28、これその後また、8日経ってるんですか、はい、かなりまた減って、でこれがもう1ヶ月半ぐらいですか経ってると、もう本当に部分的にしかない。でさらにまで1ヶ月経つと、もう本当1箇所2箇所しか残ってないですね。でさらに1ヶ月経つと、もう完全に綺麗になってしまうということ。まあ、これもわざといっぱい残したんで、実際にこんなに時間かかることはないんですけども、これは貫通防止で厚いフィルムにすごく、はい、液を残した状態。ああ、そうなんですね。ですからまあ3ヶ月近く実際には経ってますけども、それにしてもあそこまで残るっていうのは実際にありえないんで、まあこれを見ていただいても消えていくというのは分かっていただいたと思います。はい、でじゃあ最後にですね、水泡は消えるとは言ってるんですけども、注意点がありますので、ここのところだけちょっと皆さん注意していただければと思います。まあ、基本的に500円玉以下ぐらいの大きさの水泡であればほとんどが、まあ、消えてしまいます。ただしですね、水泡の中に、空気が混在している場合は気泡として残ってしまいますので、この場合は張り替えなり何なりするしか方法がありません。はい、で、この時ですね、注意しなければいけないのはですね、皆さんそのフィルムを貼った後に見るとこう水泡が見えるわけですね。これをですね、どうしても人間っていじりたくなるんですね、そういうブヨブヨしたものがあると。ただこれをいじってしまうと、まあ、その粘着、ガラスに貼り付けるための粘着剤の表面があるんですけども、こことガラスの間に水がありました、施工液がありまして、それを触るとですね、粘着剤の面が荒れてしまうんですね。まあ、だから平滑性がなくなるといいますか、ですから水泡が、蒸発した後にですね、その粘着面が荒れたことによって白濁した後、白っぽい跡だとか、あと歪み、まあ、向こう見た時にこう歪んでるですね、こういう状況が残ることがあります。ですからこれはね、もう本当に触りたいストレスを何ていうんですか、触りたいのをやめてですね、じっとしてるということで、きれいに消えてきますんで、そこは注意してください。まあ必ず抜けると言っておりますけども、私も30年以上ウィンドフィルムやってますが、過去に1回だけ3年経過しても消えなかったことっていうのはあります。ただこれっていうのは多分なんですけども、最初にあまりにも量が多くて、その残った水ですね、
それが減ってはいるんですけども3年経っても残ってたと。でこれはさっき説明した、遮熱タイプの金属膜が積層されたタイプの抜けにくいフィルムでした、はい、であと飛散防止フィルムだとか遮熱フィルム、まあ、薄手のものですね、50ミクロンぐらいのものというのは、まあ、約1週間、これで抜けるっていう意味じゃなくて約1週間、それから貫通防止フィルムですね、防犯フィルムみたいな厚いフィルムは約1ヶ月経過すればですね、小さな水泡が残っていても、まあ、フィルムの飛散防止効果だとか遮熱性能、紫外線カット率、まあ、そういうものに関しては影響がありませんので、それはまあご安心いただければというふうに思います。はい、以上で、説明を終わらせていただきます。はい、いかがだったでしょうか。今回はフィルムの水残りについての、なんでフィルムに水残りが発生するのかっていうところと、そしてフィルムに水が残りやすいフィルムと残りにくいフィルムというのと、まあ、仮に水が残ったとしても、まあ、ほぼ、はい、消えてしまいます、ね、消えてしまうというところが分かりました。はい、またいろいろと教えていってもらえたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、この動画いいねと思った人はぜひいいねボタンを押していただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい